はいどうも、ジュウです。スーパーマリオブラザーズ、ワンダー、パート13やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールドに黙々鉱山進めていきたいと思います。さあ、今回はカウントダウンリフトで空の旅に入る前に、その前にまず何でもやり、寄りましょうか。落ちても安心な復帰ジャンプパッチ。何でも売ってる何でもやです。はい、これですね。復帰ジャンプ、穴、毒沼、溶岩に落ちるたび、一度だけジャンプで戻ってこれる。おー、ちょっとこれは凄そうなんで、一応買っておきましょうか。まあ全部揃えるためにはね、買う必要がありますが。そしてワンダーシードですね。これも買っておく必要があります。パネルくじ、まあ一回だけ引いとく？ちょっと下、運試しということで。あー、マリオはもう出てますね、全部。はい。じゃあせっかくだから付け替えてみようか。はい。復帰ジャンプ。よし。じゃあ、とりあえず、今回、どのキャラで行きましょうか？そうだなぁ。じゃあ、キノピコで行きますか。まあ、俺の気分次第なんで。じゃあ、頑張って行きましょう。難易度星3。ダッシュやヒップドップの操作、オプションから変えられる。まあ、それは知ってるんですけどね。おしゃべりフラワーも、あれなんだけど。なるほど。落ちる。なるほど。そういうことね。よし。なんとなく分かってきやすい。おお。0になった後に、再び3に戻る。あ、こいつあれじゃない。スイカパックンだね。これみんなでやるときはどうすんだこれ。あれでも元に戻るときもあんな。いけ。よし、オッケー。うまいね。あ、これ一応ダメージを受けるわけではないんだね、種は。まあもちろん本体に当たったらあれになるんですが。どこ行くの？わ、敵にも判定があんのかよこれ。あ、なんか乗れたけど、なんか意味なんのこれ。わからん。え、コインがあるのはいいんだけれども、まあ乗っていない時間が続くとこれあれだね、降りる時もあるんだね。待って、あー、待て、落ちる、危ない。はい、おお、大ジャンプしたね。待て、危ない。オッケー。安心と思ったら、今度は2回目でした。待って、思ったより足場が不安定すぎるな。オッケー。もうゾウで行っちゃおう。待て、ここで、オッケー、フラワーコインをゲットして、え？なるほど！ここで足場を作ったら土管に入れるんだ。うーわー。え、これは何？えい。お？あー、待って、10コインが落ちてきたー、やったー。え、これ2枚目やん、よく見たら。2枚目？待って、1枚目はどこにあるんだ？だとしたら、待て、ここら辺とかないよな。あれ？待て、こっから先降りれなくないか。あ、足場があったけど、これ黄色きのこか。わ。待て、これスイカにのうまく乗っていくとか。そういうわけではなさそうだけどな。待って、土管とかに入れるとかでは。うーわー、それはわからんって。 OK、 これで1枚目ゲット。あ、やってぶん、これどっちからでも入れるんだろうなこれ。うーわー、待って、もう5分経ってるやんけ。早いって。そんなにもう時間経ってた。オッケー、よし、これ1時間。何が
出るかな。何？泡？何がいいのかな。ここ泡だ。大丈夫これ。あれこれは？あー出たジュゲム。ジュゲムはやっぱりこのゲームにも健在だね。あれ？何これ？ワンダーフラワー、ワンダーフラワー。オッケーオッケーオッケー。なんとかこれを奪って、はい取っていく。え？は？わわ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 。あスター、スターがあったけど、何？何これ？もうスター逃したじゃん。あ、オッケー。ナイス。あワンダーシード、ワンダーシード、ワンダーシード。待って、通り過ぎたけど、オッケー、ナイスー。え？ああ、元の世界に戻った。よし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 。待って、あとは3枚目だけなんだけれども。どこにあるんだろうか。待って、ジュゲムがいるってことは。待って、落ちちゃったけど大丈夫これ。待って大丈夫これ。待って落ち着け。ああったわ、よかったー。よし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 、危ねえ危ねえ危ねえ。ちなみにこの土管には入れない。オッケー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 。いいね。待って落ち着け。ジュゲムやっぱり邪魔だわ。やばいやばい。うわ余計にジャンプさせられてんなこれ。オッケー。あーどこ行くの。待ってこの種、バイバイ。ちょっと待って、あいつ種出さないの。オッケー。でこう来て、危ない、落ちる。あーちくしょう。マジそんなことある。そう、てっぺん行けなかったな、これ。いや、なんか、初めてにしては良くないか。わ、確かにこれは空の旅だった。オッケー。ということで、まずは、ここをクリアしましたね。よし、とりあえず、ここはもう、てっぺんまでまた取ったということで、じゃあ、次行きましょうか。はい。回転ダッシュレール。これは、なんだ？ダッシュレールとは。はい。わー！なるほど。どういうこと？待って、できれば全部集めたいけど、オーケー！なんか言った。叩いた瞬間めちゃくちゃビビったわ。オッケー。はい。じゃあ次行きましょう。叩いて足して連結リフト。叩いて足す？どういうことだ？じゃあ、またあれで行く？どうしようか。じゃあ、ふわっとジャンプ行きますか。うわー、何あれ。はい。よし、行くぞ。わぁ！されてる。おぉ、いいねぇ。待って、少しずつ消えていくんだけど、何？これ、取る意味あんのかな？いや、意味あるわ。よーく狙って、はい。あー。おしゃべりフラワーが行っちゃった。てて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 て。感電。オッケー。危ない。待て、少しずつ足場を広げていかないとな。いけ、あれ？待て、あれ？なにこれ？これなんか関係あんのかな？あー、落ちる！落ちてしまった。待って。どういうことだ？
あ、わかったかもしんない。これゾウでぶっ放すんじゃねえのか、ひょっとして。待って、もうゾウなくしてしまったからあれだけど。待って、あー。待って、やり直しまーす。もうやるしかないよ、これは。待って、すべて叩け。危ないよ。はい。これで、バッ、バッツンといって。オッケーオッケーオッケー、ゾウゲット。これはでかい。できれば新しいに行きたいよ。ああ、結局おしゃべりフラワーだけが連れ去られていった。オッケー、いいね。ああ、いや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 、落ちる。待て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 、大丈夫かこれ。待ってよ。待って、これでちょっと苦戦してるってことは、ちょっと、これ変えた方がいいな。待って、これおすすめってさっき言われたから、じゃあちょっとこれをつけてみますか。はい。よし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 。いけ。もうやるしかないよ。ちょっとジャンプ力失うのはあれだけど。オッケー、ナイスー。待って、これ落ちることだけだからね、救済は。オッケー、いいねー。ああ、オッケー、一応フラワーコインとかも集めていきたいよ。待って、これあれかな。待って、叩け叩け叩け。あ、そういうこと？なるほど。で、こうして、はい。こうすることによって、10コインゲット。はい、中間。OK、ナイスだよ。待て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 、あーいち。大丈夫か、これ。いて。大丈夫かな、これ。OK、あ、3枚目の。コインがあった、10コインがあったぞ。はい、オッケー、ナイスー。待て待て、あーっと、あー、落ちるー。落ちてしまった。待て、もうこれいらないな。じゃあもうこれでいきます。はい、じゃあ進むよ俺は。あー、スーパー金額になってしまった。いてててててて、ちょっと待て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 、落ちるー。落ちすぎでは。待って、じゃあ、帽子パラシュートの方がいいか。はい。待って、そしてこれ、最初にゾーンになった方がこれお得だよ、絶対。はーい。ほら。わあ、そしてワタフラワーあった。なんだよ、これ。オッケー、これで、どんどん先を長くしていく。オッケー。待って、どんどん 0.1 コインが投げ込まれていくな。オッケー。そして2枚目。待って、これは何？待って、ゾウリングがめちゃくちゃ食ってくるんやけど、これは何？待って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 。こういうの気にしながら行かないといけない。待って、これ一気に広くなるというメリットはあるけどな。オッケー。これでワンダーシードが、出てきましたよ。オッケー。で、こう来て、はい、素晴らしい。ということで、ワンダーシードゲット。はい、元に戻りましたね。はい。で、こう来て、待て。ゴールするまでがあれだから。え、何これ。こう来て、こう来て、素晴らしい、てっぺんゴール。最後はまさかの敵を踏むやつでした。うわ、こういうのもあるわ。本当に。オッケー。ということで、無事、ゾウキノピコでゴールすることができました。オッケー、素晴らしいね。
はい。じゃあ、今229コインか。どうしようかな。じゃあ、スペシャルワールドのパネル屋でちょっと、もうルイージのパネル揃えるか。はい。よし。もうルイージあと4つぐらいじゃなかったかな。はい。OK。これで30支払って、はい、残りのやつを全部出していく。おー、いいね。はい。これで90種類になりました。ナイスだよ。これでルイージパネルもコンプリートということで。はい。まあ、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。よーし。じゃあ、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。じゃあ、この先はまた次回ということで。じゃあ、次回はここですね。この先にいるパレスの方を向かって、また、フラワー諸島とか、あとワールド3の方を進めていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok、フォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。